これは楽ちんでいいっすね。あそちゃん。じゃあこちらがですね、ジャッキですね。先ほど紹介した猫のグリス、サスに当たってくれる車両の下に潜らないといけないんでね、そういった場合にこちらがジャッキということで、これは重いんじゃないかな。よいしょ、でかっ。30トンエアージャッキー、これはあの大型車もね、やっぱ持ち上げられるようになってますんで、これはねエアー式です。ここに先ほどのコンプレッサーで溜めたエアーをこちらのホースで接続して、エアーを送ることによってこの中で油圧が発生して持ち上がると、そういった動きですね。これはアタッチメントをつけてってことですね。であのコンパクトなんでね、あの出したり入れたりがすごくしやすいような形になってますね。でも30トンいけるって書いてありますんで、これはハンドルですね。ハンドルを延長して狭いところにも棒を使って入れていけるということですね。結構長いですね。そうですね、あのトラックの前とか横とかからこう差し込むような形になるんですけど、お、まあ、この角度で使うのが一般的ですかね。でこうトラックの横からもしくは前からこう差し込んで、このホースは伸びますんでね、これ操作していけば上がると。あ、これ遠隔でいけるんですね。そうです、これで上がりますんで。でこれはねすごく使いやすそうですね。あの上げと下げということでこうボタンになってるんですね。普通ジャッキってこの辺りにネジがついてて、油圧のバルブをこうやって締めてですね、締めて上げる、下げるときはネジを緩めて油圧を抜くっていう動きを、このなんか回すことによって上げ下げを制御しているのが、こっちはボタン1個なんですね。そうそう、これはボタンでできるということで、高さの調整がねすごくしやすいと思います。ハンドル回すタイプだと急にくるって回っちゃってドーンって車が下がってきたりとか、危ないですね。そういった動きがね結構あるんで、これちょっと使うの楽しみですね。こっからオイルが出ると、こちらはねちょっと開けてから見ていただこうかな。でかっ、オイルドレーナー、こんな感じです。え、これはなんかネイタですか？これはですねネイタじゃないんですよ。オイルドレーナーといいまして、車両の下に設置してオイルをエンジン等から抜き取る際にこの容器にオイルを溜めて溜める道具ですね。へー。でこれのいいところは容器を引きずって車の下に差し込んで、でオイルを抜いて、オイルが溜まった重たい容器をまた引きずり出して、で持ち上げて捨てるという動きを、しなきゃいけないんですけど、これはですね、なんでこれ出ないんだろうなんかさっきから、あ、取れないと、あ、出ない。これはですね、ここにハンドルをつけてキャスターで車の下に滑り込ませると。お、大型車のエンジンオイルは約30リッター強入りますんで、30リッターのオイルを、ね、あの引きずり出すの大変なんですよね。でこれキャスターがついてるんで、このまま引っ張り出せば車の下から出せると。さらにですね、電気モーターでポンプがついてます。あ、手動じゃないですね。この腹下にポンプを設置できるようになってますんで、このねオイルだまりの部分からオイルがね吸い出せるようにこれを設置しないといけないんで、後ほどねさっと組み立てて、点検のご紹介すること時には使えると思いますんで、はい、はい、オイルドレーナーをね組み付けていきたいと思うんですけど、これねあのオイルポンプがねついてない状態なんで、ちょっとそれをつけていきたいと思います。すべてのホース接続部にシールテープを巻いてくださいということなんでね、こういうねホース差し込み専用になっているところは、まあ、大丈夫な場合が多いんですけど、こちらのネジ山の部分は
これ絶対巻かないといけないんで。ああ、そうなんです。やっぱ隙間から、はい、そうですね、漏れ始めちゃう、漏れちゃうっていうことですね。これで当然火ついたらまずいですよね。そうですね、まあ廃油なんでね、エンジンオイルですから、まあそう簡単に火つくことないですけど、やっぱりね、可能性はありますんで、このネジを締める間違った巻き方をしたとしますよ。これ逆に今巻いたんですけど、切り口がこっちになってますね。はい。でこれで締めると、締めますよ、剥がれるんですよ。ああ、なるほど。順方向と逆方向があると。で、この締めた時に必ず切り口が引っ張られる方へ行くように巻くっていうのがシールテープの巻き方です。だいたい2週から3週ぐらいですね。この方向で巻いとけば、締めてもこう締める方向に引っ張られるんで、だいぶ剥がれないですね。剥がれないということですね。これでやっていきます。当然つけると外れにくくなったりするんですか、摩擦で。強くね、キュッときつく入ると思うんで有利だとは思いますけどね。ホースフィッティングに短いホース、このホースをつけますね。側面どうなってるんですかね。あ、こんな感じになってます。あ、ここからね、吸い上げるっていう形になってるんで、ちょっとこう巻きづらいですね。確かに。ちょっと試しに締めてみましょうね。ちょうどあれですね、ゴムのところに重なるように。そうですね、だいぶ縛ってきましたね。あ、でも結構ガ、まあ、ガチガチに締めればもう抜けないよと、うん、大丈夫ですね。一応だいぶサイズが違いますけど、とりあえず、はい、モーターをね取り付けていくんですけど、はい、向きとしてはなるほど、ね、地面スレスレなんですか。そうですね。うわ、本当ギリギリスレスレです。これ本当に地面に揃わないのか。めっちゃギリギリじゃないですか。ねえ、とっても心配ですけど。うん、とりあえず仮締めで。まあ、これはきっちりはまりますと。こうしまして、ここにバンドですね。はい、止まりましたね。このネジ、樹脂でできてますね。樹脂鉄に見えたんですけど、樹脂でできてますね。大丈夫なんですか、はい、真横なんですかね。真横でいいんですね。でここにホースがつきますよね。通せば OK と。そうですね、回転しなくなっちゃうんで。で、こうなって配線をまとめて、ホースはおー、かけられるんですね。で、最後にゴミが入らないようにメッシュがついてますんで、おお、乗せて、これで完成ですね。おお、できましたね。はい、まあ、こんな感じで、はい、完成です。じゃあまず前をね、ちょっとジャッキアップしたいと思います。上げますね。
あ、上げと下げ間違えてた。これで上げですね。あ、上がっていく。どこまで上がるんですか。どこまで上がるんでしょう。マックスまで行きましょう。おお、いっぱいですね。これで下げていきます。これいいですね。あ、下がるときは静かだ。あ、これは便利だな。結構これって静かで速いんですか。そうですね、下げるときは油圧を抜き取るだけなんで。あ、上げるときは加圧してね、油圧を。結構音出ましたよね。上げていかないといけないんですけど。なるほど、この上げ下げはすごく楽にいいですね。じゃあ上げます。3センチ4センチぐらいもうタイヤが落ちますね。いやでもこれ一般の乗用車では多分上がらないですよね。そうですね、乗用車用のものではちょっと上がりきらないですね。はい、じゃあこれで、でジャッキだけだとね、あれなんで下に、まあ、コッパとかの、ね、スロープをちょっと行くような形にしたいと思いますんで。すごい下に入っていく。バッチリですね。これはいいな。じゃあやってますね。ここですね。ここがオイルパンドレンボルトですね。ここにオイルが溜まってますんで緩めるんですけど。じゃあ行きます。いいですね、受ける面積が広いからね。今実際流れてるんですか。はい、今オイルを抜いてます。お、今度ねオイルフィルターの方のオイルを抜いていきたいですね。そうですね、オイルフィルターこのケースの中に入ってます。でここがドレンですね。ここを外してオイルを抜いていきましょう。短い方がいいか。じゃあ抜きます。でね、しばらく置いといた方がいいんで、このまま違うことしましょうね。よいしょ。よし、はい、じゃあドレン閉めたんでこれをね出したいと思います。オイルドレーナーをね抜きますね。これは楽ちんでいいですね。確かに引っ張るだけですもんね。はい、全然重さを感じないですね。これ今何リットルぐらい入ってるんですか。この車はですね、フィルターが1個少ないので規定量は29リッターです。おお、でも30弱ですね。じゃあいいですね。エレメント交換終わりましたんでオイル入れていきますね。ここがオイルフィラーキャップです。ここを開けてここからオイル入れていきます。乾杯。あ、開いた。おそのためのポリタンクを用意したんで。ドバドバっと。そうです、これで一気にいっちゃいます。よいしょ、こんな感じですね。入ってますね、はい、これ10リッターのポリタンクなんで3本ですね。3本。4ヶ月から半年ぐらいで4万キロ走る感じなんですけど。なんかでもそんな意外と安くもないじゃないですか。はい、これで入りました。これで30リットル分。30リッターですね。キャップを戻すと、はい、必ずここで閉めると。実際に転が
がしていくわけですね。オイル漏れとかないですよね。そうですね。開ける感じですね。このホースからね、廃油が出てくるはずなんで。電源コード刺さないとダメですよね。はい。あ、これ刺すんですね。セットしてます。はい。で、電源コードね。届きますかね。まあ、実際に吸い上げてくれるんでしょうか。そうですね。行きます。動いてます？あ、行ってますね。お、吸い上げ今ここです。お、どこだ？もうちょっととりあえず出てきた。遅い。出てる、遅いんです、出てますよ。遅い。すごいゆっくりですけど、見えます見えます。でも吸い上げてますね。上げてますね。でこのままドバドバと。いやー、これは29リッター待ってらんねえな。ですね。これはあれですね、やったまま放置みたいな。そうですね。このサイズで大型のホイールナットがこれ回せるんですよ。え、簡単に。あ、取れました。はい、はい、これなんですけど、ホイールナットを締め付けるための特別なトルクレンチ。軽い力で、こういう動きでこう素早く楽に締めていく。はい、こちら遊ぶ明日11月12日富士スピードウェイジムカーナコースでイベントやります。お昼におでんとカレーの差し入れあります。イベントに際して保険に加入してますので、怪我など、あっても安心です。運転したい18歳の方などですね、トラックトレーラーに興味ある方ぜひ来てください。待ってます。月々もあの撮影に参加してますし、麻生社長も来られますし、麻生ちゃんのアイドルの藤崎さん握手できます。興味ある方はぜひ来てください。お待ちしてます。